良かったのかな。娘を犠牲にして、それで世界を守ってさ。小さい私が納得できないのもわかるよ。でもこれしか方法はないんだもん。仕方ないよ。それにこれはあの子が望んだことなのよ。あの子の決意をあなたが受け止めなくてどうするのよ。でもそれじゃ納得いかないよ。だって娘は確かにここにいたんだよ。なのにいつこの次元が崩壊してもおかしくないわ。急ぎましょう。ううん、やっぱりダメだよ。迎えるならみんなでハッピーエンドを迎えなきゃ。ちょっとネプコ、待ちなさい。私も娘さんを置いていけません。キアちゃんもですか？なら一緒に行こう、ネプギア。こんな結末に納得できてないのは小さい私だけじゃないよ。あの巨大なシェアクリスタルを壊してすぐに娘が消えなかったところを見ると、娘自身のシェアがなくなった時が最後。娘もそれを分かって残ったんだと。でなきゃ今の私たちじゃあんな大群に襲われたらひとたまりもないもん。だがいいのか。裏を返せば娘が生きながらえるということは、あの大群が超次元に迫ることを意味する。それでも私は娘さんを救いたいんです。ちょっと待ちなさいよ、ネプギア。なあ、もうなんであの姉妹はいつもこうなのよ。世界の危機が迫っているのに、正直感情で動くなんて女神失格だわ。でもあの二人のそういうところは嫌いじゃないわ。同感ですわ。ですがいつもフォローをするこちらのこともたまには考えてほしいですわね。私たちはどうするの？ネプネプたちを追うなら早くしないと。ウズッチのことはネプテューヌたちに任せましょう。私たちは私たちにしかできないことをしましょう。でもたった3人なのよ。娘を入れても4人じゃ、あんなモンスターの群れを相手にするなんて。私、ネプギアちゃんを追いかける。ネプギアちゃんの力になってあげたい。ダメよラムちゃん、いくらネプギアのためだからって危険だわ。ならばその役目わしに任せてもらおうか。かっこつけたはいいが、なんでこんなにボロボロなんだ。戦ってもキリがねえし、どこに逃げてもモンスターばっか。だがな、まだ死んでやれねえんだわ。ネプッチたちが無事に超次元にたどり着くまで俺はここにいる。ここにいなきゃいけないんだ。10匹でも100匹でもかかってきやがれ。みんなまとめてこの天皇星ウズメが相手してやるぜ。俺の番だな。行くぞ。めんどくせえ、直接ぶん殴る。変身完了！イエイエイエイ！
人で戦ってきたじゃねえか。一人でも俺は戦うんだ。力が入らないからもうダメだ。いや、戦えるね。たとえ己の肉が骨から削ぎ取れようと、戦って見せん。だから、そういう露骨でお約束の死亡フラグは立てちゃダメなんだってば。来ちゃった私とお姉ちゃんで露払いをします。大きいお姉ちゃんは娘さんを。ラジャー、さあ娘、私と背中に。私たちが来たからにはもう大丈夫だからね。なんでお前らがここに。ハッピーエンドはみんなで迎えなきゃ。少しでもその可能性があるなら、どんなフラグでも立ててみせるよ。プッチ、このバカ野郎。それじゃあ行くよ、みんなの元へ。悪い、エネルギー切れだ。なんですと？ちょっと、なんでこんな時にエネルギー切れなわけ？仕方ないだろ。この標本に封じられている時はずっとエネルギー吸われっぱなしなんだからよ。やばい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 、これじゃミイラ取りがミイラだよ。ならばこのアフィモージャスにしんがりを任せてもらおうか。アフィモージャスさんと、ステマックスさんもどうしてここに。なに、嫌な予感がしてな。戦艦2号の試運転がてら様子を見に来たんだ。戦艦2号？2隻もあるんですか？ちょうどキャンペーン期間中で、1隻から2隻目が半額だったんでござる。そういえばこの忍者って女の子と話せないくらいシャイなんだったっけ。すっかり忘れてたよ。他の者もゼロ次元に止めている戦艦で待機しておる。急ぐのだ。